はい、皆さんこんばんは。中古 NC ロードスターを購入してしばらくして気づき始めたね、とっても不思議な異音があったんですよ。でそれをまあ割とそうですね、1ヶ月以内ぐらいには解消することができたんですけども、まあ本当に不思議な原因でした。で今日はちょっとね、どうやってトラブルシュートしたのかちょっと説明をねしていきたいと思います。その異音はですね、どんな異音かと言いますと、フロントウィンドウの上側ですね、上側のこのサンバイザーの上に樹脂製のカバーがついてます。カバーで覆われてますけども、その樹脂製のカバーの中から右に左にね、何か硬いものが転がってる感じがすごく伝わってくるような異音だったんですよ。でもしかしたらこの中に何か、硬いものが転がって振動とか、コーナーで G がかかってぶつかって音がしてるのかなというふうに思いまして、まずこの樹脂製のカバーをね外していこうと考えたわけです。で、ネジをね全部外したわけじゃないんですけども、まあ多分これだろうと思うところのネジをですね何箇所か外しまして、この黄色の、枠で囲った黄色の線で囲ったですねところあたりに隙間が見えてきたんですね。でちょっとこう手で触ってみると隙間から手が入りそうだったので、まあ手をですね、結構私 手が太いんですけども、まあなんとかこう突っ込んで、その中をですねこうサーチしたわけですね。そしたらなんと結構でかいボルトがですね、どこから来てるのかわからないようなボルトが私の手に当たりまして、まあこういうボルトを引っ張り出してきたと。頭はそうですね、プラスネジですかね、ちょっと正確に記憶はないんですけども、そういった形で、このネジを取ったことによってですね、もうその異音は聞こえなくなったんですね。これって中古車屋さんも気づいてたのか気づいてなかったのか、あるいは前のオーナーさんって一体この異音をどう思ってたのか、すごく興味があるというか、中古車屋さんにねいちいちもう聞いたりはしませんけどね、まあすぐに消すことができたので、クレームつけたりするのももうあれですし、前オーナーさんですよね、もしかしてこの耳障りな異音を一体何万キロ我慢してきたのかなとか、あるいはこの異音が耳障りな音が嫌になってもう手放したくなったのかなとか、そんな風にちょっと思ったんですね。まあ価格的にもですね、ひょっとしたらこの辺の異音の問題というのを、まあ中古車さんは気づいていたけども、まあそのまましていたのか、それでまあちょっと価格をですねもしかしたら設定したのかなとかね、まあ分かりませんけど、はい、まあ全部解決できたんでね、結果オーライで良かったんですけどもね。タイヤ絡みのトランクノイズが、第1弾としますと、まあ第2弾の異音の解決ということでね、いずれもですね、DIY というか、自分の力だけでね全て解決できたわけなんですけども、また今度ね紹介するそのイオンのトラブルシュートなんですが、難しい、問題でして、まあ、お金もですね実はそこそこかかったというかね、工具とか、あるいはなんか予備パーツを、いざという時のために考えて準備してね、買ったりとかで、まあ、ちょっと1万円以上のね、まあ、出費が、そのイオンに関してはあったんですけども、またそれはですね次回の動画で、紹介したいと思いますので、ちょっとそれは楽しみにしておいてください。それではCさんでした。高評価ボタンできればお願いします。またチャンネル登録もよろしかったらお願いします。それでは皆さんごきげんよう。